朝倉未来、平本蓮、総合格闘技団体ライジンのスター選手の二人。昨今の格闘技ブームを作った両者は、歪み合い4年間の因縁を終えて、自らの選手生命、引退という言葉をかけて戦うことになる、スーパーライジン3。時は、2024年7月28日。この瞬間、我々は、どちらかが消えるのを、見届けないといけないのか。格闘技の残酷な美しさの前では、必ず決着がつく。それまでの二人の、意地とプライドの日々を追う。週刊、ダイナミックニュース。皆様、おはこんばんちは。TikTok、アンポタン、会見ラップ、29万再生されたのに、登録者40人しか増えないの、なぜなぜ、三代目ジードです。始まりました、週刊連連ミックニュース、スーパーライジン3までの特番をお届けします。早速ニュースです。最近髪の毛が紫になり、かなりイケイケな、我らの殿、平本蓮さん。なんと、主戦場であられた、Twitter をやめられました。ことの経緯は、あの格闘技界に話題を呼んだ、ブレイキンダウン、アンポタン VS、スダリオ剛さん。体重40キロ差という、クレベルコーラ1本分なんやねんっていうぐらいの体重の差で、無謀な戦いにもかかわらず、圧倒的な打撃を見せ、殿も思わず、アンポは早いなと、つぶやくほどのスピード、間合いを見せ、スダリオ選手に見事勝利。その試合当日に、我らの殿が、今日もし、アンポ受けなかったら、ツイッターアカウント消します。これ、マジです。って勝ってもたでー、殿ー。やばいー、ツイッターこんなんで、やめるんすか。てん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 。てん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 。ツイッター、やめました。ガーン、殿が、ツイッターをやめた。私は何を糧に生きていったらええんや。次はアンポタン。なんかあれからサングラスかけて調子いいしな。じゃあ、ミックン。たまにしかつぶやかんしな。じゃあ天心、格闘技以外めっちゃうざいしな。太田頭オリンピック、最近わからん。ビーン、どうしたらいいの。町、おはようございます。セルジオたちとそろそろ合流です。 X のつぶやき方、これで合ってますか。 Twitter と勝手が違いすぎて、てん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 。あーね、俺はツイッターと呼び続けるって言ってたもんね。偶然伏線回収や。まあけど、殿がこんなんでやめるわけないか。プロフィールも、平本蓮 X 始めましたってなってるしよ。まあ、それよりセルジオたちと合流やて？セルジオ・ペティス、アメリカ・ミルウォーキー出身の総合格闘家で、総合格闘技団体、ベラトールのバンタム級チャンピオンで、あのアーチレッタや我らの大名王様、堀口教授様にも勝ち王座を防衛したが、前線パトリックミックスに負け王座を陥落した。我らの殿平本蓮とは、所属するルーフアスポーツで昔、殿が海外修行に行った時に出会い、意気投合。蓮からは多くのことを教わったと、セルジオさん。そんなセルジオさんは、生まれた時からテコンドーを習い、10歳の時に父の命を強盗に近所で奪われ、残された母のためにファイターになった。そんな彼が日本に来たのは、そう、堀口教授との再戦。2021年にあったペティスが与えた堀口の負けは、日本の格闘技界に衝撃を与え、セルジオ・ペティスという名前を日本に広げた。私ジードもあの時は絶句しましたね。堀口教授様のおかげで格闘技にはまりましたし、かなり推していましたから、憎きセルジオでしたが、殿の家来に就職してからは、セルジオ様、ははー。さて、我々ブラックローズのビッグボスを迎えに行きますか。と、我らの殿、平本蓮と、14時間かけ、ミルウォーキーからセルジオさんが、合流したー。めちゃくちゃビューティー。二人ともいい顔してます。殿は最近赤だと言わんばかりの赤コーデ、似合います。合流してから、セルジオさんと、キャンディージムや合気会にて一緒に練習。この光景なんかたまりませんね。我らの殿の付き人、打たれ強さ世界一、ジャパニーズサンドバッグの赤田さんにも、格闘技を始めた最初の登竜門、伝統、足慣れ。と題し、二人がかりで蹴り倒しています。
とペティスは仲良しです。そんな和気あいあいな場所にこんなポストが。このツイート見てピクミの価値確信したわ。こんなワイワイ楽しい練習してても強くならないんだわ。あ？なんだこいつは。今からみんなで遊ぶって時にやった瞬間に今日何時帰るんって言ってくるやつとノリが一緒やんけ。ほら殿も来たよ。マジでお前らおばさんとも毎日毎日しつこいんだよ。勝手に確信しとけよ。ピクルババア応援団黙っとけ。てん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 。僕は言ってないです。言ってたのはこの犬です。しかし私ジードもいろいろ40歳になるまでやってきてわかったんですが、何をやるにしても楽しんでるやつが最強なんですよ。いやいややるより心から楽しんでそれをしてるやつには勝てないんですよ。だからいいんだよレン、楽しむんだよ試合までの全てを。お前何目線やねん。お前もな。さて一方この頃対戦するブレイキンダウン効果で2億スポンサー売り上げでメガゼニー朝倉ミックナリキンファイヤーさんはスーパーライジン3アベマの煽り V 撮影に、練習が終わりシャワーを浴びてすぐ横浜まで。売れっ子は大変ですな。アベマが作ったレジェンドオブストリートのジャケットを着せられているミックン。え？何これ。これかっこいいよね。てん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 。ダサくはないよなミックン。おまあ味方によっちゃファイヤー大仁田敦也しろ。てん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 。ちょっとアベマさん、あれはさすがにダサいんじゃ。楽しみですね。5万人の前で平本ボコボコにできるんでしょ。目と鼻と歯全部折ってやりますよ。だって平本に対しレジェンドオブ自身に満ち溢れてるミックン。撮影に緊張しないとドヤ顔ミックン。フリーザ口調でお茶でもいただきますかと茶をくらい、いよいよ撮影。ミックン撮影始まりました。実際には我らの殿平本蓮はいませんが、二人が向き合っている煽り V ができるみたいです。我らの殿も同日にアベマ撮影していました。アベマのことだからまた二人を鉢合わせにするんじゃないかと思いましたが、さすがに時間はずらしたみたいです。しかし優雅ごとく棒読みミックンだから、棒立ちミックンにカメラマンの人が顎上げて、角度変えて、呼吸変えて、挙句の果てには口角上げてニヤッとしてくださいって。ミックン見た感じあんまり変わってないぞ。当たり前やろ。そりゃ無理あるよ。優雅ごとく見たらある程度わかんだろ。演技力が全くないの。演じれない素の部分自体がミックなんだよ。しかし撮影が進み、ミック定番バキュンを撮りたいと、耳の横までバキュンしてください、で耳の横で止めて、バキュンスタンバイ。え？これってトゥースオードリー春日ヤンキー、トゥーストゥースって何を言わしとるんじゃアベマ。ミックンを変にいじらせんな。撮影が終わり、ミックン久々インスタで、気に入ってるやん。まあけどカッチョええわ。覇王色がパネーしな。我らの殿とどんな煽り V になるか楽しみです。あまりアベマには期待してませんが、やはり佐藤大輔煽り V にはかなわんやろしね。そんな朝倉ミックは自らをエンターテイナーだと豪語。俺たちは試合でどちらが強いのも大事だが、試合まで盛り上げるのが仕事だよと言わんばかりのポストを投稿。俺が KO で勝ったら一番盛り上がるよね。に今ミックンターンやけど、ほらやっぱり来たよ。俺が一本勝ちしたら一番盛り上がるだろ。それはかなり盛り上がる。いやー、ライジンで試合を最も盛り上げる二人が対峙するんだから、ライジン史上初の盛り上がりを見せること間違いないですね。ほんま楽しみですね。どんどん試合が近づくにつれ、二人がいい顔になってくるのがたまりません。以上、週刊連連ミックンニュースでした。もうくだらん、ほんま妖怪から気丈ばっか、まるで指揮者ボッサガミバッハ見たく裁く、こんな言葉ばっか、しょうもない上に情もない、くせ者もライもない、暗い未来ダッハするために顔だいぶつけど、待ったなし無情骸骨、はいよ。